プロペイ30をこちらでプロペイ1です。13名様です。ダッチ以上ありません。どうぞ。お待たせいたしました。ゆふ号を発車いたします。皆様、本日はリップロープウェイにお越しいただきまして誠にありがとうございます。ここフラミダ県は阿蘇九州国立公園の東の端に位置し、標高1375メートルです。これより標高1300メートルの鶴見山上駅まで約10分でご案内いたします。さて、お揃いでお越しいただいておりますここリップロープウェイは昭和37年12月に開通いたしました。このロープウェイの形式は4線高層式普通索道と申しまして、4本のワイヤーロープを使い運転しております。太い2本のロープが直径58ミリの笹砂、細い2本のロープが直径28ミリの引き砂で、4本のワイヤーロープが山上駅まで1816メートル続いております。また高低差は約800メートルです。27メートル、第一鉄塔を通過いたします。バルダダルコン、このようにして山上駅まで合計4本の鉄塔を通過してまいります。ただいまお登りいただいております山の上には鶴見山上権現一の宮というお宮がございます。ここの神様は知恵と力の神様として有名で、入学成就、病気全開、家内安全を願掛けいたしますと大変ご利益があると言われております。また一宮には枠戸石というカバガエルの姿をしたご霊石がございます。今から1200年ほど前、鶴見滝が大噴火をした際に、ここの主でございましたガマガエルが噴火によって飛び散った大きな石を知恵と力を振り絞り山上まで運び戻したと言われております。そのようなことから枠の石を撫で、その手を頭や体に当てますと知恵と力を授かると伝えられております。なお山上遊歩道沿いには七福神巡りや願掛け不動などもございますので、ぜひお参りくださいませ。下の電柱みたいなのワイヤーみたいなのがあるんだ。普通の電柱の、あの普通にあるのと同じですか。まもなくこのゆふ号と同時に山上駅を出発したもう一台のゴンドラ鶴見号とすれ違います。進行方向を向かいまして、右手上の方をご覧くださいませ。それでは右手上、下ってまいりましたゴンドラ鶴見号です。ロパロパロ、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 ロパロパロ
1816m のロープのちょうど真ん中です。下りはあっという間で随分と早いようですが、鶴瓶式になっておりますので、上りも下りも全く同じ速さです。なんかだな、なんだよ、いやいや、こんな使い、標高は列島の中で最も高い高さ41m、第2鉄塔を通過いたします。わー、ぶつかる。ぶつかる。先ほどから右手後方見えております街は湯の町別府で、その奥の海は別府湾です。別府湾に向かい左手伸びています半島は、数多くの仏教遺跡が残されております国東半島です。また別府湾に向かい右手の町は大分市でございます。別府から国東半島を含む大分県北部地域は、神の湯から近代に至るまでの歴史体験ができる観光エリア、足換えだったら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 下にもいますよ。全体的に。あ、いるね。クイデンピネンデズイブ。クイデンピネンデズイブ。いや、でもここ国立公園内なんで何もできないんですよ。あらー、視界があるんだ。おいしいメラプラ。左右に続いております木々は、うつぎ、カエデ、山帽子などです。山上一帯では5月の下旬頃、ミヤマキリシマやウツギの木々がピンク色の可愛らしい花を咲かせます。また冬の寒い日になりますと、鶴見岳名物の霧氷が見られます。おお、綺麗だな、これこの雲が上だな。夜って営業してるの何時まで？夜は営業してる日もあります。夏休みの土曜日とかですね。夜景です。今はやってない？今やってないです。ダメなんだ。あら、これ鹿いんだ、これ鹿なん、鹿駅から頂上までは歩いて15分ほど、別府方面の展望台は歩いて5分ほどで参れます。戸地区は国立公園内にございますので、空き缶やゴミは備え付けのくず箱の中に入れ、木や草花は折ったり持ち帰ったりされないよう、美しい環境作りにご協力をお願いいたします。なお下りの発車時刻はただいま0分発、20分発、40分発と20分間隔、1時間3便運行しております。0分発、20分発、40分発です。では車内にお忘れ物ございませんよう、お忘れ